久人様に後位継承させなければ失礼。天皇皇后両陛下の長女愛子さまが成人され秋篠宮家の長男悠仁さまも18歳での成人を控えられている現在密かに皇位継承問題が話題となり注目を集めているようです皆さんこんにちはチャンネルをご覧いただきありがとうございますこの動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです 今回取り上げるニュースはこちらです。悠仁さまに後位継承させなければ失礼。天皇皇后両陛下の長女愛子さまが成人され、秋篠宮家の長男悠仁さまも、18歳での成人を控えられている現在、密かに、後位継承問題が話題となり、注目を集めているようです。そうした中で、特に話題となっているのが、 久人様がいるのに女性、女系天皇議論は失礼現代の常識だけで歴史を変えるべきではないと語り、愛子様の皇位継承について厳しく批判する漫画家里中町子氏による次のような記事です。皇族数の減少や安定継承の先行きについて、危機意識を持って準備することは大切です。ただ、長い皇室の歴史を見ると継承の危機はこれまでに何度もありました。 507年頃に即位したとされる携帯天皇は、天皇の血筋からかなり離れた冒険の男子でした。それも中枢から遠い地から迎え入れ、即位させたと言われます。一方、少なくとも今は、次の世代の継承資格者である久人様がいらっしゃいます。過去の危機と比べてそれほど深刻な事態ではないと考えています。慌てて変えてもいいことはありません。 落ち着いて見守ることが必要でしょう皇位継承は男系男子優先で続いてきました。史実と思われる範囲に限ってもその歴史は1700年に上ります。過去には8人10代の男系女子の天皇がいましたが、その多くは消去法で選ばれたり、幼い男子が成長するまでのつなぎだったり。天皇の子に男子がいなくても、先代や先々代の天皇ゆかりの男子を見つけて皇位につけてきました。 なぜそこまで男系にこだわったのか理由は定かではありませんが、そうして紡がれてきた歴史がある以上、男系男子優先の原則は変えるべきではありません。愛子さまに即位していただくべき。の声。こちらの記事では、感情論が議論をリードするようなことはあってはなりませんと、愛子さまの即位を期待する意見を批判している一方で、その主張に関しては、とにかく、昔から。 男系男子でやってきてるのだから、今後もそうすべきといった雑な議論を展開しています。このような議論に関して、ニュースサイトのコメント欄では、批判意見が殺到、愛子様にご即位いただくべきだといった意見が数多く書き込まれています。言い分を聞いた上で、おそらく、この件に関心のある大体の人は今後のことを心配している。状況が悪くなって腰を上げるのではなく、 余裕を持って考えられる時間のあるうちに、良い方向へ持って行きたい、それが悠仁さまを大切にすることにもつながるのではないでしょうか。悠仁さまに失礼に当たらないような、納得のいく言葉での報道が大事。愛子さまが天皇になられるのが自然だと思います。里中さんの意味するところが論拠がよくわからない。歴史はその時代の常識によって変えられるべきで、それが文化的発展というものだ。 戦争の時代の男子優先の過去から男系男子が基本でそれを守るために小制度も認められていた。現代の常識は平和国家で小制度はなくなり、男女同権で国民に寄り添う天皇が敗戦後の平成、令和の常識となった。男系男子論は遺伝的につながらない。女性、女系天皇議論は国民が天皇制を求めるなら今必要だ。天皇家と亡系とを比べれば、 国民に真に寄り添えるのは現在の天皇家のみである。国民もその天皇家の第一子を望む声が大きい。秋篠宮、悠仁さまを国民の声に背いて天皇に押すのは逆にその方が失礼というものだ。悠仁さま皇位継承なら、皇室滅亡ロイター通信が継承。このように、悠仁さまが皇位継承すれば、皇室の将来に悪影響を及ぼす、といった意見が多いのですが、 実は、過去にロイター通信は、平成の時代に悠仁さまが皇位継承すれば、皇室は滅亡するという内容の記事を配信していたようです。天皇陛下は皇室が消滅してしまうのではないかという危機感を大いに抱いていると、長年の皇室ウォッチャーでもある日本のあるベテラン記者は匿名で語った。急速に高齢化が進み、2060年までに人口が約3割減ることが予想される国において、 皇室の衰退はより大きな傾向の象徴でもある。日本の同族経営企業にとっても、後継者育成は深刻な問題となっている。天皇陛下の生前退位などを検討する有識者会議の初会合が開かれるが、日本の国内メディアや専門家によると、皇太子に皇位を譲り生前退位を可能とする陛下一代限りの特別立法を検討する方向に政府は傾いているようだという。 本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。秋篠宮ご夫妻の不協和音。先月5月に行われたチャールズ国王の戴冠式参列をきっかけに、 再度強さを増すこととなった秋篠宮家バッシングですが、現在でもその余波は続いており、ツイッター上では、連日、ハッシュタグ秋篠宮家は日本の恥、ハッシュタグ秋篠宮に DNA 鑑定を、などといったワードがトレンド入りしています。秋篠宮ご夫妻の不協和音。先月5月に行われたチャールズ国王の戴冠式参列をきっかけに、再度強さを増すこととなった秋篠宮家バッシングですが、 現在でもその余波は続いており、ツイッター上では、連日、ハッシュタグ秋篠宮家は日本の恥、ハッシュタグ秋篠宮に DNA 鑑定を、などといったワードがトレンド入りしています。こうした状況の中、女性セブン2023年6月15日号は、秋篠宮様と紀子様英国王戴冠式でかいま見られた、不協和音、悠仁さまの教育方針でも意見の食い違い、と題する記事を配信し、 秋篠宮家が一家離散の危機を迎えている。つまり、紀子さまと殿下の離婚の危機について報じています。秋篠宮家の次女佳子さまが東京・千代田区で千鳥ヶ淵戦没者墓縁拝礼式に臨席された5月29日、秋篠宮さまは、日本植物園協会の大会に出席するためお一人で高知県へと向かわれた。間髪入れず、6月2日から1泊2日の日程で、 秋篠宮様は紀子様とご一緒に福岡県で開催される緑の愛護の集いに出席される予定だ。令和皇室のコロナ禍後の本格指導に合わせて、秋篠宮家もご一家でより一層公務に励まれている。佳子様が成年皇族として単独でお出ましになることが多い一方、秋篠宮ご夫妻はお二人で公務を担われる機会が多い。しかしながら、紀子様と秋篠宮様の間に、 亀裂が生じているのではと不安視すする声が聞こえてきますというのも紀子さまは秋篠宮様のご意向を周囲の側近らを介して把握されることがあるというのです夫婦なのですから直接ご本人にお尋ねになればいいと思えるのですがそれができない理由があるのでしょうか不協和音はチャールズ国王の戴冠式に出席するため訪れたイギリスでも垣いま見られた 体幹式で着物をお召しだった紀子さまは、洋服のような歩幅で歩くわけにはいきません。しかし、秋篠宮さまはお構いなくスタスタと早足で進まれたため、ご夫妻の間に距離が生じ、終始足並みが揃っていない印象を受けました。その距離を詰めようとされたせいか、紀子さまのせっかくの和装が危うく台無しになるところだった。秋篠宮さまに追いつかれようと無理に歩幅を広げて歩かれたからでしょうか。 太ももから裾の部分にかけて着物にしわができてしまっていました秋篠宮様がお気づきになり指摘されることもなく式の最中もそのままになってしまっていたのです戴冠式という場で緊張されていたのかもしれませんが関係者の間ではお二人のコミュニケーションが十分に取れていないのではと心配を募らせた人も少なくないようです紀子様と秋篠宮様の間に立ち込める不穏な空気は 家庭全体に暗い影を落とす真子さんは結婚とともにニューヨークに旅立ち、一度も帰国していません。加古様は秋篠宮邸の改修工事を機にご夫妻と離れ、ご家偶所での一人暮らしを始められました。久人様も高校生ですから、ご夫妻の距離感を敏感に感じ取ってしまう年頃でしょう。このままご夫妻の溝が深まれば、 っかつて自由でおおらかな雰囲気の秋篠宮家は理想の家庭像と呼ばれたそれを取り戻すために必要なのは他ならぬ夫婦の歩み寄りなのだろうご夫妻の夫婦仲はこれまでにない深刻な状況に週刊誌や各種メディアはこれまでにもたびたび秋篠宮殿下と紀子さまの不仲について報じていましたが 今回、女性セブン2023年6月15日号が取り上げた内容は特に注目に値します。秋篠宮家の一狩散の危機が迫っているということは、つまり秋篠宮殿下と紀子さまの離婚の可能性があるということです。今回の報道が示すように、離婚という最終的な解決策に言及があるということは、これまでにないほどお二方の中が険悪であることの証細でしょう。 離婚と功績のっ取りを格索される紀子さま。殿下と紀子さまの間での深刻な溝は、職員を通じたコミュニケーションという形をとって現れています。そんな中、現在、紀子さまが離婚を有利にするための情報を収集するため、殿下の周囲にスパイを送り込んでいるという噂までなされているようです。昨今、秋篠宮家をめぐる一連の騒動が、 ついに一家の分裂につながるかもしれないという情報が内部関係者から寄せられてきました。なんと、紀子様がご自身とご主人である秋篠宮様との離婚を真剣に考えておられるというのです。ここに来てなぜ離婚をと思われるかもしれませんが、実は、紀子様が秋篠宮家の中で次第に孤立しているため、秋篠宮様との間に仲違いが生じ、その結果、 紀子様は殿下との離婚を考えておられるようなのです近年秋篠宮家では殿下と紀子さまの間のコミュニケーションが希薄化しているという話が耳に入りますそして今回紀子さまが職員を通じて殿下の行動や思考を探っているという情報が浮上していますさらに驚くべき事実として紀子さまが離婚調停を有利に進めるため または殿下の浮気調査をするためと見られるスパイを殿下の周囲に送り込んでいるとの報道まであります。紀子さまが探っている情報の背後には、なんと離婚後に殿下を皇室から追放し、自身が秋篠宮家の当主となることで功績を乗っ取るという野心があるためのようです。ただし、離婚がすぐに実現する可能性は低いでしょう。というのも、紀子さまが計画として考えているのは、 女性三宅創設のための皇室転半改正を行った後に殿下と離婚し殿下を皇室から追放した上でご自身が当主となり秋篠宮家を乗っ取るというプロセスであるためですこの離婚計画が実現すれば殿下は皇室から追放され紀子さまが秋篠宮家の当主となる可能性がありますこれは紀子さまの功績を乗っ取るという野心の表れでもあります皆さんは こうした紀子さ様の皇室乗っ取り計画について、どう思いますか皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。篠原氏の調査で分かってきた、紀子第二夫人問題。なんと紀子は正妃ではなく、文人が太陽女と先に結婚していたので、 キコとは最初から重婚関係にあった件だ。結婚のための準拠法が皇室転範であることから、タイでの結婚が、大法で行われていたとすると、やすやすと重婚関係に慣れてしまう。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。 では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。そうした状況で、評論家の八幡和夫氏は、プレジデントオンラインに、次の天皇は秋篠宮様か、悠仁様か、皇子という上ョーー的立場に期待していることと題する記事を寄稿し、悠仁様が秋篠宮殿下をスキップして、次期天皇として即位される可能性について報じています。悠仁様のスキップ即位。 現行の皇室天半では、若い世代の皇族として唯一皇位継承資格を有する悠仁さまが成人を控える中で、現在、にわかに皇位継承問題について注目が集まっています。そうした状況で、評論家の八幡田和夫氏は、プレジデントオンラインに、次の天皇は秋篠宮様か、悠仁さまか、皇子というジョーカー的立場に期待していることと題する記事を寄稿し、 悠仁さまが秋篠宮殿下をスキップして、次期天皇として、即位される可能性について報じています。皇位継承については、陛下から皇子殿下を経由して悠仁親王にバトンタッチされるか、皇子殿下が辞退されておじからおいへの直接継承とするかは、ベルギーのように、しばらく両睨みでいいと思う。陛下や秋篠宮皇子殿下の健康状態、悠仁さまの結婚やお子さまの状況によっても、 どういう形がいいかは違ってくる。ただ、一般的には、数年だけのご在位はあまり好ましくなく、久人様に直接バトンタッチするか、秋篠宮孔子殿下にも十年くらいはお願いするように調整するかのどちらかが良いのかもしれない。久人親王の位置づけは、皇位継承順位第二位といっても、英国のジョージ王子と違って、即位までの時間は短い。 上皇陛下が退位されたのと同じ85歳に近城陛下が達されるのは2045年、秋篠宮殿下は2051年だから、皇太子を経ずして即位される可能性があり、秋篠宮皇子殿下の下で皇太子になられる場合でも数年とか十年程度の短期間になる。そのため、皇尊殿下でなく皇太子殿下に準じた帝王教育を必要としている。幸い、 秋篠宮殿下ご夫妻による帝王教育は、質が非常に高い。幼稚園からお茶の水女子大附属、高校は筑波大学附属高校という選択を批判する人もいるが、過去の記事で解説したように、学習院は天皇陛下と秋篠宮殿下の頃と比べて、特別な教育機関としての性格を保持しているとは言えない。眞子さん、佳子さま、 愛子様に良好な教育環境を提供しているとも言い難いのだから、これを避けたとしてもとやかく批判されるような話でない。一方、筑波大学付属は、道子上皇后陛下の父や弟の母校であり、平成皇室の伝統の重要な部分を引き継ぐのに公的だし、男女共学であることも好ましい。学業もこれまでのところ、順調であるようだ。スキップ即位はありえないこのように、 八幡氏は、悠仁さまの秋篠宮殿下スキップ即位の可能性について論じていますが、ある皇室ジャーナリストが語るところによれば、このような形での悠仁さま即位の可能性は非常に低いようです。プレジデントオンラインに掲載された次の天皇は秋篠宮さまか、悠仁さまか、皇室というジョーカー的立場に期待していることという記事中で、八幡氏は、皇室の皇位継承について新たな視点を提示しています。 秋篠宮さまをスキップして、悠仁さまが次期天皇として即位される可能性について、その可能性を探りました。これは一般的な皇位継承の流れとは異なるため、物議を醸す内容です。しかし、もしこのようなことが現実になった場合、紀子さまは皇后になることができません。これまで雅子さまに対して強い対抗意識を見せてきた紀子さまですから、 そのような変則的な形での行為継承は容易には認められないでしょう。発達障害の新たな証拠が話題にまた、こちらの記事では、秋篠宮家への行為の異常を前提として議論がなされているのですが、しかし、現在、ネット上では、そもそも悠仁さまは行為継承が不可能なのではないか。といった議論もなされています。というのも、仮に、 皇位継承資格を持つ男性皇族が障害を持つことが発覚した場合、以下の皇室天板第3条により、皇位継承資格が剥奪される可能性があるのですが、悠仁さまは、これまで頻繁に発達障害などの噂がなされており、そのため、皇位継承資格は剥奪されるべきではないか、と言われているのです。第3条講師に、精神もしくは身体の藤の循環があり、 または重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従って、後位継承の順序を変えることができる。そうした中、現在ツイッター上では、久仁さまの発達障害に関する新たな証拠が見つかったと話題になっているようです。発達障害のお子さんをお持ちのお母さまのブログにこんな記述がありました。横目などなどなど。あ。一般的なこととして、 結構いろいろと探しました。高齢出産は発達障害のリスク高まるらしいですね。発達障害の症状といろいろな情報を見比べても似てるなとしか思えない。刃物事件の時の長野の発達障害の有名病院で見たという情報しかないですね。こちらのツイートで紹介されているブログには、自閉症ならでは、らしい横目で見る行動と題する記事にて、こうした奇妙な癖について、次のように書かれています。 自閉症時の浄土行動。息子には、横目で走る、横目でくるくる回る、回るものが好き、部屋の中をぐるぐる走り回るなどいろいろありました。見るのが嫌だった浄土行動。息子がよくしていて、他の子には見られなかった行動。それが横目です。黒目を可能な限り片側へ寄せていました。一から四歳頃までよくやっていました。 外ではフェンスやベンチを横目で見ながら走り家では横目でくるくる回っていました他の特性と比べてこの行動は奇妙でまたやってるあ、またという感じでとても嫌でしたネットで横目走ると検索すると自閉症の文字がたくさん出てきて SNS では横目は定型発達の子はしない行動だと書いている人もいるしで この行動を見るたびにドヨンと暗い気持ちになっていました。もちろん、悠仁さまが自閉症や発達障害を患われていたとしても、それだけで、即座に好意継承資格を剥奪しなければならない理由とはならないかもしれません。しかし、こうした問題を広く国民に周知させる必要はあるでしょう。皆さんは、このような悠仁さまの発達障害と、好意継承問題に及ぼす影響について、どう思いますか 本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。